今日は場合のの数と確率の13回目順列について見て見こうまずは今回のテーマとポイントのの確認今回のテーマは順列とはこれはねすっごい重要なんだよ。ここから場合の数ではこの順列というものを見ていくよ。順列って何かっていうと漢字が表している通りこうなんだ。順番に1列に並べる。 つまりこの順番の順、一列の列そして並べる、この順番に一列に並べることを順列と言うんだ問題としてはこういうパターンが出てくるここね、9このいがぐり頭の A 君ソフトモヒカンの B 君そして七三の C 君三人いたときにこの三人を一列に並べる場合の数は何通りですかこんな問題がね、順列でよく出てくるんだ まず考え方からいくよ順列というのは順番に1列に並べるわけだから受験考えていこう1番目2番目3番目考えていってまずこの坊主頭の A 君いや俺が1番目に行くよと行く場合がまずあるよねいやいや待てよと俺の方が先だぜと B 君やっぱ模擬勘で強いから1番目に出てくるケースもある。でも感激を塗ってこの73の C 君が先頭にバババーって行っちゃうケースもあるわけだ。 だから先頭の決め方はこれ ABC で3通りあるわけねでこれをそれぞれについて A 君がまず1番目に踊り出たらさ次はあと BC しかいないわけね。逆に B 君が一番初めに行ったら残りは AC しかいない。ということで決まっていくごとに1人ずつ減っていくわけ。 樹形図でいうとこんなな感じになる A が決まったら次 BC そして B が決まったら次 ACC が決まったら C を除く AB となってくるわけねそしてここは2通り3から1人減って2通りになる最後にはもう残ってる「うん俺が BD かよ」っていう感じで残ってる人しかいないから CB B a だったら CBC だったら A そして C a だったら BCB だったら A と最後に関してはもうビーは一通りに決まってくるわけね。そしてこの順列どういう計算ができるかというとここが大事なポイントだからよく聞いてほしい。順列の場合の数はこのように321と枝分かれするつまり計算 3×2×1 のようになってくる。これはね 言言葉でうううとこういう感じなんだカウントダウン321みたいなイメージねこのカウントダウンの掛け算321の掛け算このカウントダウンの掛け算が順列のイメージこれをしっかりとポイントで押さえようじゃあ例題一緒に解いていくよ。 4人の生徒から3人を選んで一列に並べる並べ方は何通りあるかという問題ね、うん、今回は4人の生徒まあ坊主頭がいるモヒカンがいると七三もいて今度丸眼鏡くんという4人目のキャラが出てきた4人の生徒がいてその中から3人を選んで一列に並べる並べ方ねこれを考えていこう今日のポイントはここね 本当にねすっごくよく出てくるこの1列に並べるというこの場合の数これは何と言ったかというとうん順番に1列に並べるという意味で順列と呼び方をしたらね順列この場合の数について考えていこうじゃあまずはどういうふうに計算するかの考え方からこれを頭の中でイメージしてね。ABCD で 今回は3人を選んで並べていくわけつまり1番目2番目3番目がいて1人があぶれてくるわけねこれ考えていくとうんまず1番目いややっぱり A が出てくるあのその,他の B か七三の C かあるいは新キャラの丸目がの D かこんな形で先頭に関しては4通りあるわけね。そして2番目に関してはどうなるか。 これ順別のの計算の特徴まず一番初めに人が出たときにそっから初め人が出てくるわけだから1人減っていくわけよね。A が1番目と決まったら残ってるのは3人しかないわけだから B、C、D と減っていくわけで2番目もどれか人が決まったら例えば AB と決まったら残りは C になるか D になるしかない。 こんんな風にななにってていくくののが順列の特徴なんだよく見てほしい枝分かれ4通りあったのが3通りに枝分かれして次2通りに枝分かれしている432と枝分かれしていくことになっていくわけねでこの先の樹形図については書かないけど全部同じような形になるわけこの c についても2通りに枝分かれするし d についてもこの2通りに枝分かれするここの b に関しても B が決まったとは3通りに枝分かれしてそれぞれ2通りに枝分かれしていくだからどういう計算になるかというと今日のポイントを思い返そうもう順列の計算といったらこうパッと言えるようにしてカウウンントダウンの掛け算今回の2 432こういう感じで心の中でカウントダウンするイメージで4人の中から3人を選んでやるんだからこう432とカウントダウンするイメージで。 12×2 12で24。ということで並べ方としては24通りにこれが答えになってくるよ。じゃあ練習一緒に解いていくよ。個の数字1 2 3 4 5 6のうち異なる3個を選んで3桁の整数を作る時き 並べ方の総数を求めようという問題ね今回は数字が1,2,3,4,5,6あってここから3個を選ぶそして3桁の整数を作る時の場合の数を求めるんだどういう風に考えるかまずやる作業としてはこういうことね例えば1,2,3,4,5,6 6個数字があってどんなものでもいい異なる3個を選ぶんだはじめの3つ取ってみようかそうすると1 2 とあるわけ、ね、でこれでもって3桁の整数を作っていくんだだから123とかも3桁の整数だしまあちょっと入れ替えてととかとかもあるわけねでも他にもこの123だけの選び方だけじゃなくて124でもいいし234でもいいしこれを何通りあるか数えるという問題。まあこれでねうーんと考えてもやっぱり分かんないと思うけど。 順列が使えると聞いたらどうかな。なぜかって、それは百の位、十の位、一の位。それぞれ数字を選んで順番に並べると考えたらいいんだ。こういうことなんだよ。まず百の位に何を置くか。一が来るケースあるよね。二のケースもある。三のケースもある。四のケースもある。五のケースもある。六のケースもある。というふうに考えたら、百の位。 一二三四五六と決まってくるわけね。そして十のくらいどうなるかというと、百のくらいに一が選ばれたケースだとすると残ってるのは二から六までしかないわけだから一個数が減って二三四五六ということで五通りしかないわけね。今度一二と例えば決まっている場合だったら。 数がこの12だけ減るわけだから3456しか残ってなくてこの計算まさしく順順番に並べる順列の計算だよねそう初め6通り次5通り最後に4通り654とこのカウントダウンの計算使えるよね。じゃあ計算していくとここのメモ書き消していくね。 今回は6個の数6から3個選んで並べる6から始めて654と3回分カウントダウンして 6×5×4 となってこの計算をすると120。で何通りかという感じだから答えは120通りこれが答えだよ。 今日のポイントをおさらいしよう順列とは順列というのは順番に1列に並べることこの場合の数の計算がここからよく出てくるんだ。求め方はこのポイントをしっかりと押さえて順列の場合の数は 3×2×1 のようにカウントダウンの掛け算ね321のようにカウントダウンの掛け算が順列。 これを押さえればバッチリだよ。